人生、何が一番大事なのか、それは、えー、祈ることでございます。お祈りができる、これは人間の尊厳の中で一番大切な部分だと思うんですね。えーまあ、いわゆるキリスト教信仰にかかわらず、この祈り、 何かあれば、まあ、黙とうをする、また祈りを捧げるという行為があるわけでございますね。大きな災害があったり、戦争があったり、いや、もっとちっちゃなですね、いろんな自分自身の人生の中で、えー、祈りが必要だ、祈らなきゃいけない、もう祈りしか出てこない。 そういう場面があると思いますねで最後も祈りでこの生涯を閉じるわけですねイエス様もそうですね十字架上で祈りでこの生涯を閉じていますまた多くの生徒たちも祈りで、えー、その生涯を閉じているはずでございますねですから自分自身もそのようなあこの人生を送りたいとまあ、誰しもが願って いいるのではないか祈りのないこと自体むなしいことでありまた人生の意味を見出せなくなるある意味では人ではなくて祈らなくとないと動物になってしまうですね動物つまり、えー、欲望ですね人間が持っているこの欲望必ずしも欲望っていうのは悪いわけではありませんねでもその欲望が暴走していくし また結局はその本の欲望を満たすための人生に終わってしまうじゃあど,ど,どうしたらいいのかどこに本当に人生のです、ね、意味を見出していくのかってやっぱ最後は祈りだと思いますねですから一番最初に申し上げたように、まあ、キリスト教信仰にとどまらずやはり祈りっていうのが大事というのはやはり共通項だと思いますね ところがその祈りが祈りじゃなくなってしまう、単なる形だけのもの、また祈りをですね、無理やり強要させられてしまうとかですね、祈りが形だけになってしまうとか、また祈りがある意味では政治的な利用されてしまうとかね、あるわけですよね。どっかに連れて行って無理やり祈れとかですね。 ですから非常に大事なことでありながら祈りっていうのは簡単に堕落をする簡単に形骸化する簡単に祈りっていうのが祈りでなくなってしまうそうするともう本当に人としてどうやって生きていくのか人生っていうのは出番があるのであります私たちはいつもいつもある意味では緊張して 真面目に生きているわけではない、えー、まあリラックスしたり遊んだり時にはふざけることもそれは大人もそうですよねそういういろんなこの人生の場面があっていいと思いますで多少人によって考え方が違ってもいいと思うんですね非常にこう自由な方まあちょっとこう厳しい方どっちがいい悪いわけではないでしょうでもこの祈りですね祈りが 必要祈らなければいけない今日はローマ人の手紙のこの実質的な最後の箇所なんですね16章に入りますと挨拶文になります挨拶文も5回ぐらいに分けて皆さんと一緒に味わっていきたいと思いますが内容的にはまさにローマ人の手紙の「 最後の最後が今日の箇所でありましてでその最後の最後の箇所が「アーメン」も含みまして13節に「どうか平和の神があなた方一同と共にありますように」というこの祈りの言葉でまあ終わっているわけでございますね。あとは「よろしくよろしく」という非常に内容豊かな挨拶文になってくるわけでございます。 ローマ人への手紙、えー、全部で16章、内容的には15章、ちょうど半分の8章まで、それがいわゆるキリスト教の基本教理であるということですよね。基本教理っていうのは、神様とがどういうお方なのか、人間とはどういう存在なのか、神がキリストによって私たちを救うということが、どういうことなのかということが、 書かれてあったわけですねそれを、まあ、皆さんと一緒にずっと学んできました信仰というのはやはりこう理解して信じるっていうのは非常に大事だっていうことが分かりますね理解が全てではございません理解を超えるものは確かにあるんですだけれどもイワシの頭も信心からあ、まあ、とにかくありがたがってではなくて神様は 私たちに必要な理解知的にもですねやっぱちゃんとこう理解できるような形の救いを提供されたこれはあの無視できないことですねですからそういうことをこうローマ人の手紙の前半で神様は私たちにロパウロとして非常に具体的に協議的にきちっと語ってくださったということですね。 まあ理解が大事ですねやっぱり理解しないというのは問題ですね。電気製品でも何でも説明書をちゃんと言わないで勝手にやると、ね、とんでもないことになる。ですから神様がせっかく教えてくださっているそのことをきちっとこう理解するということが非常に大事でございますよね。で次章章から11章まで このイスラエル問題が書かれてありました。で私たちを置き換えてみるとそれは歴史です。過去の歴史を振り返ってそして神様が何をなさったか旧約の歴史キリスト教の歴史そして自分の教会の歴史そして自分史。 歴史的にものを見るというこ,とを非常に大事これは信仰の世界だけじゃなくてやはりいろんな分野の方がおっしゃってますよね科学の分野またそういうビジネスの分野政治の分野でやはり歴史に学ばない人は同じことを繰り返す聖書もやはりきちっと歴史に学ぶですね単にその時のひらめき また、まあ、ちょっと浮かれてやってる、またしょぼんとしてしてる、人間ですから、仕方がないことであります、私もそうですが、でもそういう中で、やはりこう、歴史に学んでいくという中で、私たちはどう生きたらいいのかということが見えてくるっていうのが、この9章10章11章のイスラエル問題、それも非常に抜き差しならぬ問題ですよね。 ユダヤ人にとって、違法人にとって、あるいは非常に難しい問題、今日もちょっとその問題に触れていきますけれども。そういうことを歴史的に見ていく。ですね。非常に大事な考え方ですよね。私たちも自分の人生。やっぱり。ある時には。やっぱり自分を歴史的に。ちゃんと自分史をきちっと刻んで。自分を見る。そして。先を見る。まあ、前回申し上げました。神様。の目から俯瞰して。 人生を見見るという見方ですよねそして12章から15章までは非常に具体的な問題教会内で起こったもうあの繰り返しませんが弱い人強い人の話ですよねこれも非常に、えー、難しい問題ですね強い人弱い人やっぱり違いがある自由でいいわけですでそこをどういうふうにこう判断していくのか。 勝手に私たちは好き嫌いとかねあの人があってすぐなりやすいですけどもやっぱり愛によってですねどういうふうにものを見ていくのかですねまあ非常に大事なことを教えられましたそして十五章の後半になりまして3つの祈りが出てきたそして今日が3番目の祈りなんですそして祈りって時にさっき申し上げたように祈りっていうのは黙葬やまた 悟りを開いたり自分で考えて分かったっていうんじゃなくて祈りですから祈りの対象祈りの相手があるのが祈りなんですよね。よくわからないけどもイワシの頭に神「神様神様」って祈るのは祈りじゃないそれは自分の心の投影ですね自分の心の繁栄でしかすぎませんからある意味では暴走すると怖いわけですね。 祈りと言いながら祈りじゃない相手がないわけですから相手は誰でもいいっていう形ですからねその祈りがまあ何ですかね自分中心勝手な祈りそしてその祈りを強制させられたりですねこう祈れとかね祈らないやつは殺すぞなんてとんでもない宗教的な暴走ですよね怖いわけですですかから、祈る対象がが誰なのということが非常に大事です。 とということでそしてローマノはですね今申し上げた、えー、知識歴史そして具体的なこの信仰生活そして最後に祈りが出てきたわけです。ということは信仰生活のこのような順番で私たちがこう理解しまた 信仰生活をこう養っていく培っていく中でやっぱり最後の部分っていうのはやっぱり祈りなんですよね祈り人生もそうですねやっぱり最後は祈る祈りなんですまさに最後のまとめの部分人生のまとめの部分ですから私は本当に自分,自分の人生もそうですし最後はやっぱり祈りしかできないだけどその祈りが非常に重要だ その時に本当に祈りが祈りじゃなくなってしまう今申し上げたようにね祈りが本当に命ある祈り自分自身もそしてその周りの方もある意味ではこう本当に神様の御業、神様の祝福があるようにという祈りにならなければ祈りの暴走祈りの無力化祈りの形骸化が起こったとしたら な、な、なんだったのということになるわけですね。で、そういう意味で、ローマ人ト手紙のこの15章の最後の部分が、祈りで締めくくっているという、この位置づけが、非常に考えさせられるのでございますね。そういう中で、あの、復習になっちゃいますけども、3つの祈りっていうのが、15章の5節ですね。 ま、皆さん、今、十五章開いてますよね。ちょうど右ページの十五章の五節。どうか、忍耐と慰めとの神があなた方にキリストイエスに習って、互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにして声を合わせて、私たちの主イエスキリストの父なる神をあがめさせてくださるように、って、ここに祈りです。で、神様への呼びかけが、忍耐と慰めの神。 神様のこう呼びかけ方がいっぱい違うから神様いっぱいいるなんて、そんなことは皆さんも思わないと思うんですね。一人の唯一誠の神様に対してあ、そういうふうに呼びかけている。ということは神様という方はそういう方だと理解して、まあ、特にそのことをこう信じて祈っているという意味ですから、私の信じる神は忍耐と慰めの神ですよね。そしてその忍耐と慰めの神に祈ることによって、 心を合わせて私たち一致することができる。私たちが一致できるっていうのは忍耐と慰めの神がいらっしゃるからということ。そのことを信じて祈る。で、二番目の祈りが15章の13節でしたね。どうか、下の段、どうか望みの神が 信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、精霊の力によってあなた方を望みに溢れさせてくださるように。で、これもお祈りですね。これも望みの神が神様ご自身に望みがある。神様ご自身に希望がある。だからその希望の神、望みの神に祈るときに当然自分自身に望み、希望が溢れてくる。 ということですよねこれが2番目のお祈りですね。で3番目のお祈りがもういわゆる、まあ、締めの祈りにある今日の祈りなんです。そしてローマ人への手紙の本当に本文の最後の最後が祈りで終わったどうか平和の神があなた方一同と共にいますように「アーメンという祈りで本文が終わってということになるわけですね。 そしてこの中身のお話が、この30節から33節でございます。前回、パウロが自分をこの神様の目で俯瞰してみたときに3つの地名が上がっていると言いましたよね。ローマ、いわゆる重要課題。自分の人生にとってもう重要な課題。誰が見ても、自分だけじゃなくてね。 皆さんも持ってらっしゃると思いますね。重要課題。で、二番目が困難な課題、難しい課題。で、三番目が最後のゴール、自,自分の人生、最後ね、その重要課題の先にあるイスパニア、その希望ということですね。この三つ、パウロはここで見ていたというお話をし、そしてこれはパウロだけじゃなくて、私たち自身もそのようにこう人生を見たときに何が見えてくるだろうか、 という中で、今日はこの二番目のエルサレムの話がここに入るわけです。出てきますよね。三十一節。すなわち私がユダヤにおる不信の都から救われ、そしてエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるようにな、受け入れられるものとなるようにっていう、このエルサレムのことを特に祈ってほしい。それも、えー、この、ちょちょい、 って祈るんじゃなくて、挨拶程度で祈るんじゃなくて、必死になって苦闘しながらも、それも皆さん一緒に祈ってほしいっていうのがこの三十節なんです。なぜか、その課題というのは困難な課題だからなんですね。え、三十節に、兄弟たちよ私たちの主イエス・キリストにより、かつ御霊の愛によってあなた方にお願いする。 パウロ先生ほどの人、信仰者としては、もう、まあ、はっきり言いまして、私とはもう比べ物のものならないね。まあ、ある意味では立派な信仰者ですよね。で、その立派な素晴らしい、その、もう聖書を書いた信仰者であるならば、そんなお祈りなんてね、頼む必要ないじゃないの。むしろ私が祈ってあげるよと。じゃあ逆ですよね。祈ってほしい。そのような、パウロでも、祈ってほしい。それも、 今申し上げたように、皆さん一緒に力を尽くして、それも私のために祈ってほしいと言っているのでございます。ここに祈りの戦いがあると言われています。えー、力を尽くしてというのは、戦って共に祈ってほしいという意味であります。戦いというのは困難なんですよね。 いろいろな、まあ、抵,抗抵抗というか、こうえー、反発がある。ですね、まあ、その反発っていうのは何かいろいろあると思いますね。お祈り忘れちゃったとか、まあ、お祈りできないとかしないとか、いろいろあるわけです。スッとは祈れない。そして、えー、その祈りの課題そのものが非常に重たい課題ですね。困難な問題ですから。でその時に、パオロ先生は祈りを。 依頼しているわけでありますそしてその祈りの依頼の仕方がこのような依頼なんですね。この祈りの課題しんどいです大変です重たいです私にとってそうですねでこのことを祈ってほしいと依頼していますここに一番最初に申し上げた 祈ることの幸い祈れるということがどんなに素晴らしいことなのかそしてもう一つは自分自身が祈るとともに祈りを依頼できるということの幸せお祈りしてくださいということのできる幸せ幸いということなんですねお祈りを依頼できるというのは それは自分の無力さ。自分がその困難な課題に自分の力や努力だけでは解決できないと思っているからでありますね。自分でそこそこやれるというならば自分も祈らないし、まあ、あとは人にも依頼しませんね。だって自分の力でそこそこやれるんですから、まあ、100点は取れなくても、まあ、500点ぐらい取れると思ってますよね。 ですから、まあ、祈らないし、祈りを依頼しない。そして、パウロ先生、これほどのね、素晴らしい先生なのに、祈りを依頼しているというこの謙虚さ、いろんな意味の謙虚さを私たちは感じるんですね。皆さんは、このような困難な問題、まあもちろんプライバシーとか、まあいろいろあると思います。 それで配慮しなきゃいけないことはあると思いますがでも本当に素直に謙虚にお祈りを祈ってほしいって依頼したことってありますでしょうかねまたそのような依頼を聞いてそして一緒にそれも力を合わせて祈れる祈るこの祈りっていうのはたある意味ではたやすい祈りではないですね 重たいあるいはしんどい場合によってはちょっと祈りたくないな好き嫌いじゃなくてねその祈りの課題自身が非常に重たいわけですね。皆さんはそのような重たい祈りの課題ってお持ちでしょうかあると思うんですね自分のこと自分の家族のこと教会のことまたもっと広くなると。 重たいですよね。それも困難なのでございます。だけど、ここで私たち本当にき、まあ、ある意味では、希望を持つということはあ、パウロ先生でもそうなのかということなんです。どうかこの困難な問題について、私のために、ちゃんと言ってますよね。私のために。これ、パウロ先生のためですよね。パウロ、パウロ先生が、私のために、 祈ってほしいこのパオロが私のために祈ってほしいっていうのはここだけではないんですパオロ書簡を見ると結構随所に出てくるんですねパオロ先生が困難な働きをなさったとするならばパオロ先生自身の偉大な信仰立派な人格品性ある意味では彼はやっぱりこう世界史の中に こう登場する人物ですよね、パウロは。キリスト教観点から見なくてもそうだと思いますね、偉大な人の一人だと思います。そのパウロがこのように祈ってほしい、祈りを依頼できるのは、自分の弱さ、そして自分の謙虚さ、ですね本当に自分はダメだと思ってるから、お祈り、もちろん神様にですね、お祈りなんだけども。 人様にもとということでありますそしてその祈りがこの私たちの主イエス・キリストによりイエス・キリストによって祈る私は最初おそらくお祈り始めたのはおそらく4歳ぐらいの時だと思いますね初めてそういう日曜学校に行って教えられてでその祈りというのはこの「 イエス・スキリストによるお祈りですねどっか行ってパンパンと手を合わせる祈りではなくてイエス・キリストの名によって祈るイエス・キリストの救いに預かりそしてイエス・キリストを通して祈る祈りでありますねこれが、えーまあ、キリスト教信仰の祈りでありますポーンとよくわかんないけど 神様にという祈りではなくて、このイエス・キリストを通する祈り。そうじゃないと、祈りっていうのは本当に、も,うもちろん神様にも届きませんし、勝手に暴走しますし、そしてさっき言った非常に恐ろしい、怖い祈りになるわけですね。自分勝手な。それも人に強いてくると、本当にとんでもない話ですよね。そこに宗教の怖さが出てくるわけですね。宗教の間違い。 私たちはイエス・キリストの名によって本当に祈らないと形だけ、ね、一番最後お祈りの合図としてイエス様が出てくるわけじゃないんですよねあ,あイエス様が出てきたじゃあ祈りが終わるかあれはお祈りの合図じゃないんですよねイエス・キリストを通して祈るそして私たちはそうであってもなかなか祈れないからこの御霊の愛によって御霊の愛 本当に御霊が私たちを愛してくださって、祈りを助けてくださる。これは、まあ、ロマを開きませんけども、ロマ書8章に出てきましたよね。言葉に表せない切なる埋め気を持って、御霊が私たちを取りなしてくださる。埋めくわけですね。本当に、皆さん、祈りってかっこいい祈りなんてできませんよね。 人の前にもそうですし、ましては神様の前にできませんよね。もう言葉が出てこない。うーん、といううめきしか出てこないですよね。言葉も出てこないし、もう出てくるものはうめきはぁ、っていう落胆か、うん、痛い痛い苦しいっていううめきか、ま、とにかくそのようなものしか出てこない。そのうめきを見たまは知ってらっしゃる。 御霊は共に埋めいてくださって、そして取り直してくださるというのは、ロマ書の8章26節ですね。助けてもらえないと祈れない。御霊が助けてくださる。そして御霊だけじゃなくて、祈りを依頼したときに、主にある方々が一緒に祈ってくださる。そしてそのときに、さっき申し上げた、 その困難な問題がこのエルサレム問題ということなんですよね。で、この困難っていうのは、まあ、ややこしいんであります。いろんな意味で。そして、内部事情をいろいろ抱えてる問題。皆さんもそうだと思います。自分の外側の話とか、また、どっか行って何かをするっていうのは結構スッキリしてますから、結構いい,いいことも言えるし、ちょっとあの人肌脱ぎましょうってできると思うんです。 もちろんそういうこともした方がいいですし、しなきゃいけないと思いますね。でもこの困難な問題っていうのはそうじゃなくて、自分自身のそういうことにこう抱え込んでいる問題だから困難なんですね。何かっていうと、彼がユダヤ人であるということなんです。ユダヤ人である。で、ユダヤ人である、えー、っとパウロがエルサレムに行くという話ですよね。 その時に31節、すなわち私がユダヤにおる不信のとから救われ、ここに一つ出てくるわけです。ユダヤにおる不信のと。つまり、えー、彼はクリスチャンになってしまったわけですね。な、なってしまったっていうのは、えー、っと、このユダヤ人側から言うとそうですよね。つまり、裏切り者なのであります。 でこの裏切り者っていうのは、いろんな意味が持ってます。単に回収した、宗教問題じゃなくて、具体的な問題にもなるわけです。単にね、自分の信仰、思想、信条が変わっただけじゃない。もちろん一番大事ですよね。自分の信仰、自分の信条がこう変わった。でそれだけだけったら あのまあ、世の中の人っていうのは、ああ、ああそうなの、あなたの心の問題で書で済むんだけど、そのことが具体性を伴ってくる、何かってこの場合ですね、エルサレム神殿に対する献金なんです。<laughs> ということは、私、信仰変わりましたので、献金しません。当たり前ですよね。何のも問題ないですよね。宗教、信仰ってことを正しく考えたときには。ところが、そうなると、神殿側にとってみたら、 ちょっと、はっきりまして、神殿が運営できなくなるわけです。そして、そういう人たちがいっぱい出てきたら困りますよね。ということは、パウロそんなこと言うなと。うん、まあ、形だけどもいいからね、献金持ってこいっていう、まあ、こんな話になるわけです。ところが、パウロは当然、私はね、クリスチャンになって、イエス様を信じた。で、こういう、まあ、具体的な問題になって、それで何かというと、パウロを殺そうという話です。そこまで行くわけです。 ですから、えー、まあ、詳しいお話はしませんけれども、使徒行伝23章には、パウ、パウロ暗殺隊ができるわけです。ちょっと人間的な表現ですけどね。40人の人がパウロを、パウロを殺すまでは、飲み食いしないという、そういう、ま、決意表明をして、そして彼を殺そう。そこに行くわけです。怖いの怖くないのって怖いですよね <laughs>。 だって自分の暗殺組織ができてるわけですから。ですから、そういうことある、ある程度分かっているクリスチャンたちは、パウロ先生に泣いて止めるわけです。パウロ先生行かないで。このあたりは、使徒行伝を読んでください。いやパウロ先生大変だったんだな。簡単に言うと、身の危険がある。自分の死活問題、それも信仰的な 部分に関わる死活問題が起こっているということなんですね。それはそもそも彼が、今一番最初に申し上げたように、そもそもユダヤ人だからなんです。だったらそこに行かないほうがいいじゃないですか。ね。違法人の使徒なんだから、他のところ行けばいい。ね。でも彼はエルサレムに行く。 それで行くときに特攻隊として行くんではなくて祈ってほしいって言ってるわけです。ここなんです。私たちもこのように自分にとって抜き差しならぬ問題、死活問題、困難な問題、そして自分の環境とか自分の生ま,生まれとか、自分の今までし,たしてきたことをしてきたっていうかね、そういう人生の中で、 通ってきた中で、やっぱりそこを回避できない。パスできない問題ってみんな抱えてると思います。そのことと信仰が絡むわけです。イエス・キリストを信じた。パオロも同じ。私たちも同じです。死活問題ですよね。まさか暗殺隊ができて殺されるってことは、それはないでしょう。ないと思いますよね。ないです。でも、 やっぱり死活問題、いろんな意味で死活問題が出てくるんですね。まあ、もうちょっと広く言うと、皆さんのお仕事の中でも乗るか、乗るかの話、このプロジェクト、うまくいかないと、ひょっとしたらこれはもう左遷かもしれないとかね、リストラに合うかもしれないとかいう、それいうまさに死活問題がで、この困難な問題、で困難っていうのは、困難なんですよね、いろんなことが入り込んできて。 でそのいろんなことが入り込むという中に、えー、その敵の話と、もう一つはその後なんです、31節の2行目、そしてエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなるように祈ってほしい。つまり、パウロは献金を持っていくということなんです。 え、力関係が逆転したんです。エルそもそも、まあ、日本人的に言うと、本家本元であったエルサレム教会。そこから、福音がこう伝わってきましたよね。そして、安定受けに行きまして、そしてヨーロッパにバーッと行って、そしてローマとかね、そういう行くと。ところがエル、本家本元のエルサレム教会。そのエルサレム教会というのはユダヤ人クリスチャン。ユダヤ人が回収して、パウロのように回収したクリスチャンが中心となった。だけど、エルサレムにあるということは、パウロがそのようにね、 あの、殺されるかわかんないって言う、言うことと同じように、まあそこまではなかったにしても、やっぱり、こう、難しかったわけです。エルサレムでクリスチャン、それもユダヤ人がクリスチャン。ですから、やっぱり厳しかった。それでどんどん困窮していった。そして経済的にも、やっぱり教会大変だったって話です。ですから、パウロ先生が、そのところで、献金を集めて、献金を集めて、そして、エルサレムに行く。それも、偉い先生だからね、 前言ったように、周囲書を書いて、あとは頼むようじゃなくて、自分が献金係、募集係をして、えー、そして自分自身がエルサレムに持っていくというそのお使い、献金をお届けをね、をする、そのお使いも私がするよという、そこまで彼は使命を感じてやってたわけです。誰かにやらせたらいいんですよね。偉い先生なんだから。 パオロの信仰、パオロの人間性、パオロが何を大事にしてたのかということがよく現れることなんです。どうも私たち偉くなるとね、えー、まあ、口、口だけでいいことを言って、本当にそういう困難なところにこう、ね、入り、誰も入りたくないですし、で、彼はそれをした。で、その時にさっき言った、その、 え、殺されるかわからないって問題と、あと、ロあの、エルサレムの教会の人たちが、あ,あ、よかったよかった。あ,あ、本当にこれでなんとかね、献金があって、なんとか教会一致できる。よかったよかったってなるかというと、ここがデリケートな話なんです。つまり、ユダヤ人と違法人との結構デリケートな関係が出てくるわけですね。あとは皆さん、援助をもらうというのは、 やっぱりちょっとこう、プライドが許さない面がありますよね。助けてもらう。それも、それぞれ本家本元ですからね。いや、するにしても、パウロ先生じゃなくて、ちょっと、横でそっとね、置いてくれたらいいのにっていう話もあると思いますよね。ですからこれ、結構デリケートなんです。そして、皆さん、お金が絡むというのは、どこもデリケートじゃないですか。どこの分野も、仕事の分野も、また、教会でもそうですね。 そしてお金っていうのはやっぱり利害関係。そしていろんな意見があるわけです。お金っていうのは。いや、そこまでする必要ないとか、なんでそんなね、えー、献金集めなきゃいけないのなのかとかね。なんでもらう、もらう必要があるのかとかね。いろいろな、なるわけです。これは現実ですよね。そこに皆さん考えてほしいんです。パウロ先生自身がそこに行って、その献金を届けるということをしたわけです。 だから、そのようなややこしい問題に、パウロ先生自身がある意味では、自ら入っていったということなんです、すその時にですよ、祈ってほしいということなんです。わかりますよね。自分だけじゃ、もちろん、パウロ先生を絶大に信頼する人もいますよね、ローマ人の手紙を読みますと。だけど、うーん、ちょっと <laughs> っていう人もいるわけです。それがそんなに多くはないと思うんです。 やっぱり一歩間違うと一歩間違うとクリスチャンでありながらユダヤ人教会と日本人教会にこう二つの教会に分かれてしまうというそのような非常に危険があるそういうところにいたんですね。その時にパウロ先生はこのことを使命としてそこに行く時に祈ってほしいって言った 皆さんにとっても、ちょっと、ね、人にはなかなか説明できない。内部事情とか、このようなデリケートな状況をわからない人に説明したって、頭からね、うんなってパッと言われるっていうようなことを抱えてるじゃないですか、みんな、誰しも。だから、いちいち説明なんか、わかってもらえる人にいいんですけどね。帰って混乱してしまうとか、ちょっと誤解されるってこと言わないじゃないですか。誰でもそうですよね。そういう問題なんです、これ。 これが困難っていう意味です。二つ。自分の命が失われるかもしれないってことと、あとこの献金を届けるっていうことが、いろんな意味でデリケートなや、結構ね、ややこしい問題だったということなんです。いいことなんだけどね。しなきゃいけないことなんです。からはっきりとしなきゃいけないって言ってますよね。しなきゃいけないんだけど難しい。ここなんです。皆さんもそうですね。 しなきゃいけないんだけど難しい問題。私の場合はだいたいそういう場合は後回しにするんですね。考えただけでも頭痛くなりますんで、ね <laughs> 後回しにして、あ時間がなくてはいやそんなねもう考えることも大事だけどやっぱり。 本当に分かっている人祈ってもらえる人にちゃんと、ね、祈ってもらう正直にね本当にこれ大変だから祈ってってもっと謙虚にね祈りを依頼すべきだったなとあとで悔いが残ることも多いしそして今もそういうことで皆さんも同じですよねこのような困難な問題を抱える時にパウロ先生と同じように祈りを依頼することができる。 で、三番目の中身っていうのは、これは、あの、エルサレムとかはちょっと離れますが、あの、ローマに行くことも祈ってほしいって言ってるわけです。三十二節。また、神の見胸により、喜びを持ってあなた方のところに行き、共に慰め合うことができるように、とも、ま、ともって書いてませんけどもね、に祈ってもらいたい。つまり、私が、皆さん、えーね、手紙を書いているローマの皆さん、 あなた方のところに行くことのためにも祈ってほしい。ほとんどの人はウェルカム。ああ、パオロ先生よく来てくださったっていう話なんですあ。どうしてわかるかというと、あのその16章見たらわかるからです。でも、中にはという人もいるわけですよね。でその時に 自分がそちらに行くこと、そしてそちらに行って単に歓迎されたり、なんか美味しいごちそうね、食べてよかったよかねっていうんじゃなくて、神の身胸によって、神様の身胸がなり、そして一緒に喜び、そして共に慰め合うことができるように祈ってほしい。で、この話は人間的に歓迎してくださいっていうだけではなくて、皆さんもうお気づきですよね。イスパニアに行くということが、 背景にある言葉なんですつまり、ローマの人たち、あなた方も私がイスニアに行くときのこ、できればね、支援をしてほしい。そうですよね。だって、イスニアに行くには、大変な、あるいは旅費、いろんなこと、そして同行者とか、場合によっては通訳もいたんじゃないかっていうんですね。そういう人を、この世界のね、大都市である、世界の中心であるローマ、揃ってるわけですよ。そういう人材もいるし、お金もいるし、そしてローマの教会っていうのは、 やっぱり大都会の、ね、世界の中心の教会だからそういうまあ財産そういう人たちもやっぱりこういるわけです16章を見ると非常にバラエティーに富む人たちがいますからでそういう人たちのやはりこう支援を受けてそして彼のイスパニアにこう行くというそのこともあるそれもですねやっぱり祈りですよね祈ってほしい。他に自分が行きたいかからとか 目標があるからではなくてどうか祈ってほしい。そして一つねそういうこう志またそのことを「主から出たことだ」というふうに理解なさるとするならば、まあ、支援もしてほしいというそういうことの含みがこの言葉にあるわけですこの「祈りの依頼、えー」いかがでしょうかそして、 私たちもパウロ先生とは違いますがこのような、えー、困難な問題をやっぱ抱えるわけですねそういう時に祈ることができる祈りを依頼することができるそれで最後にもう終わりますそして私たちはその神様への祈りという時にその祈りを聞いてくださる神様がどういう神様なのかにすべてがかかっているということですよね祈りというのは対象があるわけです それはどこの宗教もそうですね。祈り。仏さんに祈るんだったら仏さん。阿弥陀さんに祈るんだったら阿弥陀さんですよね。うんうん、そういう祈りの対象がある。ここでは平和の神が、ですね。平和の神。ああ、この祈りを聞いてくださる神様が平和の神様なんだ。そしてこの平和の神様っていうのは、えっ、ー、と、2箇所引用して終わりますが、 平和の神だから私たちは一致することができる、これは第2コリントの13章の11節をちょっと開いていただきます百、えー、292ページです、292ページ、第2コリント13章の11節 最後に、兄弟たちをいつも喜びなさい。全きものとなりなさい。互いに励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和に過ごしなさい。そうすれば、愛と平和の神があなた方と共にいてくださるであろう。愛と平和の神、特に平和ですよね。平和の神が共にいてくださるから、一つに一致することができる。ですね、平和の神。 イエス・キリストを通して私たちは神様と和解ができた、神様との平和を持つことができたんですね。ですからこの平和の神がいなくなれば私たちは平和じゃなくなるんです、ね。平和の神が共にいるから、このような非常に難しい、困難な、そして民族問題とか、いろんなあるわけですよね。そこまでいかなくても、いろいろ事情があるわけですよ。言いたいこともあるわけですね。いろんなものを抱え込む。 そういうい中で平和の神がともにいるので一致することができる一緒にいることができるその平和の神に祈るそれで2番目は平和の神が全うさせてくださるこれは第1テサロニケに5章の23節です、え。ー 323ページですね。323ページの第一セサルンキの五章の23節、ここもそうですね。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の礼と心と体等を完全に守って、私たちの主、イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように、 あなた方を召された方は真実であられるからこのことをしてくださるであろうこの神様も平和の神ですよね怖い神でもたたりの神でもない平和の神そして平和の神が何かというと私たちの生涯イエス・キリストの来臨の時まで再臨の時まで守ってくださるね真実に守ってくださる とお約束してくださるわけですねこの平和の神によっていろんな困難なことも山積み問題困難な問題がありますけれども私たちはこの平和の神に祈ってそしてその使命を使命をそれで自分の生涯を全うすることができるでその使命も自分がやったからとかね自分の手柄とか自慢とかではなくてやっぱり神様の御心ですねさっき言ったように 前言ったようにこのイスパニアに行くというのことはパウロにとってみて最後そこに行ったかどうかっていうのは分からないんですね学者によってちょっと説が分かれる最後は殉教したわけですパウロねですからパウロも何か自分がやったやるっていうんじゃなくてやっぱり神様のやっぱり身心神様のこうビジョンをねやっぱり求めて生きていった私たちも同じですね 平和の神への祈りが今日の、えー、説教の、えー、中心聖句でございます。お祈りいたします。天のお父様、今日は祈りについてこの箇所から深めることができましてありがとうございます。何よりも祈りを依頼することができる。 それも困難な、ややこしい問題、できれば避けたい問題、私たちはこういう問題、大なり小なり人生の中で抱えておりますが、でも、本当に主よ平和の神に祈るとともに、また祈りを依頼することができる。パオロ先生のように、本当に正直に、それも力を込めて、一緒に、どうか私のために祈ってほしいと。 ここれれが教教会会でであありりりまます。す。はの祈私たちもどうかこの祈りの中に加えていただきましてこのような力強い祈りを共に祈り続けていく教会としてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。